井の頭自然文化園は東京都武蔵野市にある都立の動物園、井の頭公園の一角にある。開園は1942年5月17日。井の頭自然文化園のヤギ舎大型動物としてはアジアゾウの花子が2016年まで長く飼育されていた。その他には日本カムシカやアライグマなど可愛らしい動物が飼育されている。樹木が多く、 地元の住民の憩いの場となっている。モルモットコーナーや、ヤギ舎、リスの象形のように動物と触れ合ったり、間近で観察したりできる施設が多い。2006年からは、環境省に協力し、飼育過個体群の危険分散等を目的として、絶滅危害 A 類に分類されている、津島ネコの分散飼育に取り組んでいる。武蔵野市五天山にある本園と、 三鷹市井の頭にある分園に分かれている。本園では、主には哺乳類と鳥類が飼育されており、井の頭池に囲まれた分園では、水鳥が飼育されている。また、本園には、文化施設である資料館があり、特設展示や講演会などが開催されている。熱帯町温室もあったが2013年6月2日に、老朽化のために閉館。分園には、魚類や、 両生類を飼育する水生物館がある。本園の一角には彫刻園が設置され、長崎平和記念像の作者として有名な彫刻家、北村聖望の作品が展示されている。平和記念像は彫刻園のアトリエで制作されたもので、その原型を鑑賞できる。また、本園の一角には、 小さな遊園地が設置されており、幼児向けの楽しい遊園地として親しまれている。井の頭自然文化園の日本リス1905年9月、渋沢栄一が井の頭御殿山御領地の一角を皇室から拝借して、飛行少年を収容する東京市養育院管科部を創設した。1917年5月1日、御領地全体が東京市に貸視され、 井の頭恩賜公園が開園。1934年5月5日、現在の分園の位置に中野島小動物園が開園した。1939年、井の頭学校が移転すると、この地に大きな動物園を作る計画が進められた。当初は上野動物園に匹敵する一大動物園が構想されたが、戦時中のために予算と物資が不足し、 大型動物を集めることができず、自然生態観察園という趣旨に変更されて1942年5月17日に開園した。開園当時には、キリンが2頭飼育されていたが、2頭とも終戦までに死亡している。アジアゾウの花子花子は、井の頭自然文化園で飼育されていたメスのアジアゾウ。1947年、タイ生まれ。 戦後初めて来日した象である。1949年に上野動物園に送られ、戦争中に合死させられた象、花子の名前を継いだ。花子は1950年に始まった上野動物園の移動動物園という企画で全国や東京とかを巡回し、井の頭自然文化園を3年連続で訪れた。武蔵野市や三鷹市で花子の誘致運動が起こり、 1954年に上野動物園から井の頭自然文化園に引っ越した。1956年開園前に造舎に侵入した水角を踏み殺し、さらに1960年にも男性飼育員を踏み殺している。1980年代に歯が抜け落ちて左下一本だけとなった。バナナやリンゴをすりつぶした流動食で体を維持していた。2013年に 日本で飼育されたウの長寿記録を更新した。2016年5月26日、69年に及ぶ生涯を閉じた。ありがとうございます。